普通に指導員に怒られないシリーズ第2弾っていう感じでいいですかね。もう書いてあるからしょうがない、これしかない。やめて。いや、いいじゃん、怒られないシリーズで。みんな、俺ら強迫性障害だから。皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。総合診療ブラザーズ、小沢ひひろです。松本美弘です。そして、野本さんです。はい、怒られないシリーズ第2弾、はい、指導員に怒られない、もうみんなに怒られない、誰も怒られないシリーズです、はい、今回ね第2弾ということで、あの榎本さんにですね、さらっと指導員を驚かす一歩進んだ抗凝固薬の使い方というダイヤで、ね、話していただきますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。これ見たらですよね、鼻血ダラダラですよね、止まんないですよ、ね、どういうことですか。聞きすぎそういうコンテンツがたくさん入ってるんですよね。はい、はい、じゃあ頑張ります、はい、はい、お願いします。今日もよろしくお願いします、榎本です、はい、じゃあ始めていきたいと思います、はい、今回は抗菌薬に引き続き抗凝固薬について少し解説していきます。4つにパートを分けしていてですね、まずパート1はですね、抗凝固薬の作用基準、これはまあ医学部にいた時の復習になるかもしれませんけれども、これを確認して、で、抗凝固薬を使用する病態だとかシチュエーションについて、1回目は解説していきたいと思います。まず抗凝固薬と言われるものですけれども、まあ主なものはこの3種類です。ワルファリンとドアックとヘパリン、あと低分子ヘパリンというものもありますけれども、まあ、圧倒的に使う頻度はこの3つの方が多いのでちょっと省いてあります。で、この中でも内服の抗凝固薬と言われるものはワルファリンとドアックになります。で、小沢先生、抗凝固薬と内服どちらが好きですか、ワルファリンとドアック。まあ、ドアックの方が楽ですよね、やっぱりコントロールが、うん、そうですよね、人機能だけ、はいはい、もうおっしゃる通りです。やっぱりですね、それぞれ長所と短所があって、ワルファリンの短所というのはですね、この INR のモニタリングが必須、凝固能のモニタリングを、まあ、していかないといけないという部分が短所になってきます。あとは納豆がちょっと食べられなくなる、結構便利な食べ物なのでこれを嫌がる人っていうのは結構多いんですけれども、まあ、納豆が食べられない。一方でですね、ドアックはそういう、まあ、短所はなくってですね、凝固能のモニタリングは不要です。投与量はですね、腎臓の機能によってですけれども、まあ、基本的には投与量は一定です。 CCR によって若干違いますが、同じ投与量を、まあ、内服していただければ良いというものになります。まあ、一方でドアックにも短所はありまして、腎臓が悪すぎる人ですね、には基本的には日本では使えません。あとはまあ薬価が高いという短所もあります。まあ、ワルファリン、まあ、容量にもよりますけれども10倍以上は基本的にかかります。こうした抗凝固薬ですけれども、まずはですね、この凝固カスケードの復習になってしまうかもしれませんけれども、この抗凝固薬の作用基準を話す上でこの凝固カスケードはまあ外せないということになります。まあ、これはですね、皆さん同じ語呂で習っているかもしれませんけど、まずワルファリンというのはこの肉納豆ですね、凝固カスケードの中の凝固因子である第二因子、それから、7因子、9因子、10因子、これを生成することを阻害して、抗凝固作用を発揮します。一方でドアックっていうのは、まあ薬によって若干作用する部分が違うんですけれども、イグザレルトとエリキュースとリクシャナに関しては点 A 阻害薬というふうに言われていて、プラザキサはトロンビンですね、第二因子のトロンビンを阻害します。まあ、こうした作用基準が若干違うんですけれども、まあ、どれもこの凝固カスケードの中の凝固因子に作用してですね、抗凝固作用を発揮するということになっています。で、この抗凝固薬が適用となる主な疾患ですけれども、まあ本当に主なものはですね、基本的にこの3つになります。心房細動、それから DVTP ですね、深部静脈血栓症だとか肺塞栓症、これは予防も含めてですけれど、便置換の術後、まあ、この3つが抗凝固薬を使う主なシチュエーションになります。で、まず心房細動
においての工業規約の適用ですけれども、これはですね、心房細動というのは、まあ心臓の中で血栓ができて、それが頭に飛んだり、他の動脈を詰まらせたりするリスクがあるんですけれども、その側栓症のリスクによってこの工業規約の適用を決めます。そのリスクを決める際に使うのがこのチャッツスコアというものがあるんですけども、このチャッツスコアの点数が増えていけばいくほど年間の脳梗塞の発症率がまあ高くなってくるというふうに言われていて、基本的にはこのチャッツスコアが1点以上であればまあドアック、2点以上であればワルファリンをまあ考慮するということになってきます。あ、ごめんなさい、ちょっと誤解を招くと思うので、1点以上2点、1点でも2点でも3点でも、まあ、第一選択はドアックですけれども、ワルファリンしか使えない方に関しては、まあ、基本的には2点以上ということになります。心房細動でもですね、まあ、基本的にはドアックが第一選択になるんですけれども、まあ、ドアックが使えないケースというものがあります。これは一応括弧日本ということで書かせていただいてますけれども、日本でその心房細動でもドアックが使えないケースといったものが、まあ、大体この4つかなと思っています。 CCR が15以下の方、プラザキさんの場合はですね、近畿が一応30以下ということになっているので、ドアックでもちょっと近畿の基準が変わってきます。それからですね、便置換術後のまあ3ヶ月ですね、これは基本的にワルファリンが勧められています。あと便置換の中でも、まあ、機械便、生体便ありますけれども、機械便の方はもう基本的にはドアックは適用になりません。でそれからですね、あんまり僕も見たことないんですけど、僧帽弁狭窄症っていうのは、まあ、基本的にドアックが あまり勧められておりません。そうですね、まあ、リウマチ熱がなくなっちゃったんで、うんうん、まあ、僧帽弁、そうですね、抗菌薬が発達した今いないと思います、うんうん、僕も見たことありません。そうですよね、まあ、なかなかちょっとお目にかからないなという疾患です、はい。でまあ、こういった方には、まあ、ドアックが使えないのでワルファリンを使うということになります。で、もう一個ですね、 PE と DVT、 肺塞栓症と深部静脈血栓症における抗凝固薬の適用、これはですね、ちょっと心房細動とは考え方が変わってきます。まず血行動態が安定しているか不安定なのかでちょっと分けた方がいいんですけれども、血行動態が安定していて、でかつですね、 CCR が30以上で、さらに妊娠していない、ちょっと細かいことを言えば、高輪質抗体症候群ではないとか、まあ、細かい条件はあるんですけれども、まあ、主な条件はこの3つです。血行動態が安定とか、 CCR が維持で30以上で維持できている、妊娠していない、まあ、こういった方に関してはまあ、ドアックがガイドライン上は現在ファーストになっております。ただちょっと心房細動の時と使い方が異なる薬剤があって、エリキュースとイグザレルトはですね、まあ、初期はですね、容量を増やして飲ませるということになります。エリキュースだと、これもちょっとややこしいんですけど、エリキュースだと1週間は倍量、イグザレルトは3週間2倍量を飲ませる、しかも1日2回というふうに、まあ、通常は心房細動だったら1回なんですけれども、イグザレルトは DVT の場合は1日2回、3週間だけ飲ませるということになります。添付文章面白いですよね、転ぶなって書いてあるんですね。転ぶな、そうなんですか、頭打つな転ぶなみたいなこと書いてある。その3週間は厳重に関して、そうですね、書いてありますね、倍量の期間は要注意というふうに。めっちゃビビって最初に使うときは、うん、これさ倍量にするの、確かにちょっと大丈夫なのかって思っちゃいますけどね、はい。であとちょっと注意したいのはですね、リクシアノも一応 DVT には使えるんですけれども、これはですね、原則ヘパリンを最初に、まあ、5日間程度と言われてますけれども、5日間程度急性期はヘパリンを使う必要があるというふうになっています。まあ、なのでリクシアナ使えないことはないんですが、まあ、最初の5日間ぐらいはヘパリンを使ってから、ヘパリンを切ってリクシアナに切り替えるということになります。ただリクシアナはですね、これはまあ倍量にする必要がありません、最初。だから心房細動と同じ容量で使えます。一応近畿はリクシアナに関しては CCR15 と
ということで、まあ、これもですね、心房細動の時と一緒なんですが、一方でエリキュースとイグザレートはまあ倍量を使うこともあって、 DVT の場合では近畿が違いまして、この CCR がまあ30以上ということですね。ここを強調しておきたいと思います。ちょっと適応疾患によってその使える CCR のカットオフ値が違ってくるということですね。血行動態が安定していても、やはり腎機能が悪い方、まあ、基本的にはさっき言ったように30以下ですけれども、30以下の方は、まあ、あのワルファリンが適用になってくる。まあ、ワルファリンもですね、内服してすぐ効果が出るわけではないので、最初にヘパリンをかませながら、徐々にワルファリンの INR、 ワルファリンで INR を伸ばしていって、INR が治療域になった時点でヘパリンを切るというやり方がスタンダードです。まあ、これ血行動態が不安定な場合もっていうんですね。そうですね、血行動態が不安定な場合は、まあ、基本的に血栓溶解療法が適用になるんですよね。あのもちろん出血リスクが高すぎればそれが使えないということになるので、これ僕自身もあんまり経験されしたことないんですけど、なんかクリアクターとかって使ったことありますか？いや、ない、見たことがない。そうですよね。なんかなかなかそういう血行動態ものすごい不安定な DVT だとか PE が来ないなと思ってるんですけど、うん、実際あのそれはエキスパートに聞いた方がいいと思います。確かに、なんかそのまま血栓をちょっと回収して取り行くとかの症例の場合、うちの病院の場合多かったりするんじゃないですかね。もしかしたら、はい、はい、そうですよね。なので、まあ、あのちょっと血行動態が不安定な時は、まあ、ここに書いてあることは、ここに書いてあることとはちょっと、違うことを、また違うアクションを起こさなきゃいけないっていうことを、まあ、知っておくといいと思います。あの血栓溶解療法とか別の薬を考えなくてはいけないということになります。まあ、でもその血栓を溶解した後に、まあ、ヘパリンだとかワーファリンを使うっていうのはまあ変わらないので、基本的にはまあ腎機能悪い方にはヘパリンとワーファリン、ドアックは使えないというふうに覚えておいていただければいいと思います。この前の抗菌薬の時に、はいはい、そのクレアチニンクリアランス出す時に、はい、その年齢との齟齬があったりとか、はい、まあ、そもそも計算で日本の方だと 0.2 ぐらい低く出さなきゃいけない、はい、って話があったじゃないですか。今回もやっぱり同じなんですかね。これはやっぱりもう日本ではあの数値よりも 0.2 に達して計算していった方が安全なんですかね。安全だとは思うんですけれども、うーん、難しいですね。そこ基本的にはなんて言うんでしょう、例えば80歳の、まあ、これも抗菌薬と一緒で、80歳のおばあちゃんでなぜか CCR が80だとか90で計算されるような方っていうのは、うん、もうこれはあんまり信用しない方がよくって、でやっぱり、まあ、クレアチニンの値を 0.2 足すだとかそういうことをした方がベターだと思ってます。でそれで、まあ、ドアックの基準、低用量の基準に引っかかるようであれば、まあ、それは低用量の使う、まあ、根拠になりうると個人的には考えてますけれども、あのドアック低用量にする基準って薬ごとにちょっと違いますよね。なのでこの人にマックス、要は成人の男性と同じ容量を使うのはって思うときは、あえて低用量の基準に引っかかるようなドアックを選択するっていうのも考え方としてはありだと思ってます。うん、例えばリクシアナタだったらもう60キロ以下だったら全員30ミリなんですよ。低用量使っていいんですよね。うんうん、なので計算上は CCR が80っていう風に出ちゃっても、もうリクシアナだったら問答無用で、60キロ以下は30ミリで低用量使えるので、うんうん、こういった場合はイグザレルトとか使わずに、イグザレルトだと CCR50 以上はみんな高用量になっちゃうので、こういう場合はリクシアナ、低用量で済むリクシアナを使うっていう考え方も ありなんじゃないかなと思ってます。あくまで CCR はもう予測でしかないので、うん、まあ、でもこれ結構難しいですね。他の先生だとちょっと考え方が違ってくるかもしれないです。あくまで僕個人の考え方です。海外のデータを使う場合はその 0.2 がいいかなと。最近日本のドアックのスタディもまあまあいいのです、うんうんうん、あれ後で触れますね、これ。日本のドアックのスタディっていうのはあんまり触れないですね。あ、じゃあなんかね、低用量のね、エドキサバのスタディ、あそっか、15ミリのやつですね。そうそう、出てるから、うん、まあエドキサバンだったらいいんじゃないって
最近思ってますが、まあ、これも適用外、クレジット低い場合ですね、高い場合ですね、CCR が低い場合に使えるよっていうデータが出てはきてるんで、予防効果でしっかりやるっていう時期もある。まあ、そういうデータだったらそのまま使ってみるかな。確かに陸地穴の15ミリ、本当に超高齢な方に使うっていうのは、だん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 ありになってきているんですけど、まだちょっと適用がついてないっていうので、そうですよね、そこは要注意ですね。はい、要注意ですね。分かってる方が使う分には、個人的にはいいと思っております。というわけで、長くなりましたが、まず指導医を驚かすために知っておくべきこと、その1としては、抗凝固薬の第一選択は基本的に、まあ、DVT でも AF でもですね、ドアに今現在はなってます。まあ、しかしながらワルファリンを使わなくてはいけないケースもやはり中にはあるので、しっかりワルファリンの使い方をまとめておきましょうということで、次回のテーマは指導医を驚かすワルファリンの使い方について解説させていただきます。以上です。ありがとうございます。これ何、はい、ワーファリンとか言うそれよいそれそれ伝わります？伝わりにくいでしょ、はい、失礼しました、はい、いえいえはい、それじゃあありがとうございました。はい、今回は、まあ、ドアックとワーファリンのまず適用ですねをしっかり学ぶということですね。で、次回はワーファリンですねの驚かせ方ですね、を使った驚かせ方を一緒に勉強していきましょうとですね、はい、で次回の配信を見逃さないように、まずベルマークですね、通知をオンにしていいねとチャンネル登録をして、僕たちと一緒に勉強していきましょう。で、あとコメントとか、あと榎本さん、僕らに、やってほしいレクチャーとか、まあ、企画をどんどん、一緒に考えていきましょう。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。